来月23日に開催されるプロ野球阪神タイガースとオリックスバファローズの優勝記念パレードに関して兵庫県は今日パレードのルートと開始時間を発表しました優勝パレードは来月23日に神戸三宮と大阪市御堂筋の2か所で開催されます兵庫会場でのパレードは、 神戸三宮の東遊園地前から始まり、フラワーローロドを北上三宮中央通りを通った後、元町の神戸大丸前を南に向かって進みメリケンパークに到着するおよそ2キロのルートで行われますパレードの開始時間は阪神タイガースが午前11時からオリックス・バファローズが午後2時からで 開始前にはそれぞれの球団のオープニングセレモニーを開催する予定だということです兵庫、大阪2つの会場での警備費などの事業費は5億円規模になるとみられ県は企業からの協賛やクラウドファンディングなどで資金を集めています 見事な戦いをしたということを優勝パレードで分かち合いたいというふうに思ってますので、多くの皆様のご協力、そしてご支援をお願いしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします県は2003年の開催を超える25万人以上の観客を見込んでいて、当日は交通規制を実施する予定だということです。